ブベイは、スイス西部、欧州、レマンコ地方にある、基礎自治体で、モントルーの西約7キロメートルのレマンコ半に位置する。ブベイとレマンコ、レマンコ北岸に位置するブベイは、美しいブドウ畑に囲まれている。13から14世紀のサボイア統治時代に、町の基盤が作られ、中世からワインの産地として栄えてきた。四半世紀に一度、盛大なワイン生産者の祭り、 フェットでビニュロンが開催される。前回は1999年に行われ、次回は2019年7月26日から8月11日までの予定である。フェットでビニュロンは2016年にユネスコ無形文化遺産に登録された。ブベイは19世紀に世界各国の王公貴族や芸術家に愛される古藩のリゾート地として、隣のモントルーと共に発展を遂げた。 現在は、モントルーと共に、観光マーケティング上のブランド名として、モントルーリビエラという古称を使用している。ブベイの北側には、レ・プレイヤードさんや、モンペルランさんから連なる、丘陵地帯が広がり、ナルシスと呼ばれる、日本の水仙に似た花が、毎年4月末から6月にかけて咲く。各国出身の著名人が、数多く居住したちとしても知られており、特にチャールズ・チャップリンが、 ブベイ郊外の村、コロシエに家を建て、その晩年を過ごしたことは有名である。レマンハンに立つチャップリンの銅像は、ブベイの観光スポットとなっている。チャップリンの邸宅、マノワールド版は、構想から15年の時を経て、2016年4月に、チャップリンの世界を紹介するミュージアム、チャップリンワールドとして生まれ変わり、一般にも公開されている。食品メーカーとして、売上高が、 世界最大規模のネスレ本社がこの町にあり、ネスレの財団が運営する職に関するミュージアム、アリマンタリウムがある。従来日本では、ベベイともベベイとも表記され、ネスレ日本は後者を採用しているが、いずれも英語発音のカタカナ化である。スイス政府観光局では、ブベイという表記で統一している。ただし、フランス語での発音を日本語に転写すると、ブベが最も近い。 ありがとうございます。